故障。トリガーを限定する。BAP じゃないですか、これ。緊張感ありますね。いやちょっと緊張しますね。ドキドキします。来ましたよ、卵。大きいですね。こっからあ、のしのししか進んでない。これあれですね、運ぶ容器とか持ってくればよかった。あ、これ回れるんですか。割れやすいですね。これ萎えるな。これは危ない。リスク高いですね。もう一度、もう一度見てみましょう。あ、やばい、壊れてる。卵を運ぶには最悪な環境です。どうやってこれを下るのか。これどうするんですか。はい。これはそうだ。それはそうだ。保険が難しいかもしれないですね。いや、そこを何とかするのが山本さん。めっちゃ働いてますよ。我々が喋ってる間にも頑張ってこうやって。なんか報いてあげたい。報いてあげたいですよね。ハンター専用収入保障みたいな、なんかできないですかね。この、まさに利益部分。そう。報いてあげたいですけどね。猪木さんどうですか、この保険料を出してあげようとしたら。トリガーを限定する必要があるのかなと思っています。何がその保険の資金支払いの条件になるのか。なるほど。例えばご自身で置いた時にも先ほど壊れてたと思うんですけど、それってもう自分でコントロールできる話なので、絶対に保険のトリガーとしての設定はできないです。なるほど。一方でもうすごく頑張って避けて通ってたのに、大型モンスターが予期せず襲ってきたってなってしまうと、そういったリスクに対して保証を提供してあげてもいいのかな、ね。なるほど。わざとこう落としちゃったのか、見極めが難しそうですね。例えば自動車の事故とかだと写真撮ったりもするじゃないですか。あ、なんかこれ自分で撮影とか書いてある。はい。いいじゃないですか。DAP じゃないですか、これ。DAP ですよ。それをつけてることを前提にして、客観的資料としてそれが必要ですっていう風にしてしまうのもいいかもしれない。それをセットで保険にするという。保険の内容をまとめますと、このハンターの方が卵を取りに行って運搬できず、クエストクリアできず、得られなかった時にその一部を保証してあげるような保険です。素晴らしい。これはもう保険会社の社員で全員100人が100人語れちゃいますよ。公益といえば保険。どうですか、このすごい梱包、綺麗に梱包されているように私には見えるんですか。そうですね。ちゃんと網で固定されているところとかはリスク軽減しようとしているところがあるのかなと思ってます。いいとこ見てくれますね。なんかご提案とかできそうですね、こういう積み方がリスク低いよ。あ、いわゆるロスプリベンションですね。かっこいい言葉が。モンスターとかが仮に出てきた場合に、積み荷がダメになった場合の保証とかは考えられますよね、十分に。まさに貨物保険のところでカバーできるかなと思いますんで。お茶屋さんか。ちょっとやっぱお餅が私はすごい気になりますね。この焼いているお餅、ここに火の元があるんで、なのでやっぱ火災保険一番最初きちんと提案したいですね。あと結構舌がこう濡れてたりして滑って転んで頭打ったみたいな、するとお茶屋さんの管理義務みたいなのが問われて賠償責任とかがある。なるほどなるほど。でもし雨がたまに降るような地域だと、このお茶屋さんの場所のハザードマップちょっと気になっちゃうかもしれないですね。ちょっと高いですね。ちょっと高いですよね。しかも向こうにこう下っていってた気がする。水が流れてきそうですね。
火事が起きた時って実は結構こう匂いが充満しちゃいますよね。お茶屋さんなんて匂いがあると営業できないと思うので。確かに確かに、まあ、そんな時にやっぱうちがこう提供してるベルフォアっていうサービスが今ここに多分出てると思うんですけど、そういうあのサービスとかもっと作っていけると面白いですね。やっと運命になるとですね、この後に。なるほど、労災保険の出番ですか。あ、来ましたね。雇って従業員にした場合に一緒に狩猟に行って怪我してしまった場合の入通院の保証ですとか、こう雇う側がそういう危険なことを働かせてないかとか、うん、でも怪我させちゃったっていわゆる使用者倍みたいなものも今度はこの雇い主側のためにつけてあげないといけないかもしれないですよね。そうですね。そういう保険をちゃんとつけてますよっていう方が安心してこのお友達も入ってこれるかもしれないです。お仕事の内容によって危険度は違うと思うんですけど、ハンターみたいにちょっと危険なあの業務に従事するってなるとかなり高い掛け金をいただかないと。ハンター一人じゃなくてハンター協会みたいなのを作って、はい、みんなでリスクをシェアして受けるみたいな。いいアイディア。できると思います。団体保険化するってことですよね。 それはできる。みんなで入ると一人が他の人のリスクも一緒にシェアしていく。なるほど、はい、そうすると、まあ、リスクが分散されるっていう効果が生まれて、ちょっと全体としては同時に発生する確率が下がると。なるほど。そうすると、まあ、保険料としてはリスクから計算するので、なるほど、ちょっと安くできるかなというふうに考えました。これは売れそうですね。全部保険つけた方がいいです。防御策、はい、こんなトゲトゲしてたらさすがに折れないですよね。おっしゃる通り、うん、第一波始まり。一瞬で壊れましたけど。じゃあこの武器とかも使えなくなるんですか。壊されて壊れにくいとかあるんですかね。ああ、そのああ、壊れましたね。結構ごっついですね。なんか立派な作りに見えますけどね。これは鉄骨ですか、木造ですか。木造。木造もうさ、それは危険ですね。やっぱり全部保険つけた方がいいです。そうですね。この門自体もすごい大きいってことですよね。確かに。なんか保険価格高そうです。相当な保険価格。保険価格高そうですよ ね。でも価格が高いっていうことを踏まえると、酒利量を限定するなり対象施設を限定するなりしないと保険料がすごく高いことになってしまうかもしれないですね。多分そんなに力入れてないですよね、この前の方の柵って。壊される前提か、ね、壊される前提かもしれないんで、私ほぼ丸太でしたから、ほぼ丸太でしたね。あと結構やっぱ門に火とか雷がぶつかっても燃えてないんで、私はその耐火構造はかなり評価してます。確かにね。まあ、あとは築年数にもよりますもんね。再取得価格にするのか自価格の契約なのかっていうところでまた保険料が抑えられたりするんですか。なるほど。もう一度新しく建て直す金額よりも、まあ、当然低い金額にはなると思うんですけれども、結構瓦礫とかすごいじゃないですか。取り片付け費用ってお支払いすることができるかなと思いますので、結構な費用になりそうじゃないですか。結構取り片付けないといけないですか。おお、すごい。おめでとうございます。すごい。残存物なさそうですね。取り片付け費用不要でした。不要かもしれない。